皆様こんにちは港区長の清家愛です本日はお忙しい中会場にお集まりいただきまして誠にありがとうございます本日はどうぞよろしくお願いいたします本日の発表項目はこちらの8項目になります まず最初に7月に開催された令和6年第2回港区議会定例会において述べました私の施政方針について改めて概要をご説明いたしますその後港新技術チャレンジ提案制度新たな病児保育室の開設アッピー高輪と花生子どもの屋内遊び場の整備 学童クララブのの独自活動プログラムの実施港区すくわくプログラムの実施港区震災復興基金の活用事業の見直しを順次ご紹介し最後に9月12日から始まります令和6年第3回港区議会定例会に提出する補正予算の概要をご説明いたします。 本日ご紹介する授業のうち第3回定例会の補正予算に該当するものは学童クラブの独自活動プログラムの実施と港区スクワークプログラムの実施の2授業になります。それではまず最初に区長市政方針についてです。私は区区ががが目指す姿ととしして優しさが響き合い世界とつながる都市港区を掲げ そのの実現ににに向けて5つの施策に重点的に取り組みます世界一幸せな子育て教育都市誰一人取り残さない健康福祉共生都市確実に命を守るリアル防災都市アート環境経済持続可能な先進都市 DX 区役所改革頼れる便利なオープン区役所 これらの重点施策における具体的な取り組みはお手元にお配りしている資料1をご覧ください。5つの重点施策を力強く進めていくため「Co Design the Future 港シティ一緒に未来を描ける街港区」をスローガンに区民の皆様と一緒に新しいアイデアで港区の未来を作り上げていきます。続きまして 港新技術チャレンジ提案制度についてです詳細は資料2をご覧ください港新技術チャレンジ提案制度は区の行政課題に事業者が提案する新技術をマッチングさせ課題解決に向けた実証実験を行う取り組みです新技術とはここに示すようなドローンやメタバース生成 AI などまだ区が本格導入していない新しい技術のことを言います 区と事業者が連携して新技術を活用して区民サービスの質の向上を目指し社会課題の解決を目指してまいります現在提案を募集中で申し込み期限は9月20日提案提出期限は9月27日になります10月中に応募企画の中から5件を採択し12月頃から実証実験を行う予定です 当 1> 1たり300万円を上限に補助するほか、区有施設の無償提供や、施設利用者へのアンケートの実施、また国際戦略総合特区、国家戦略特区への提案、大学や研究機関などへのマッチングによる技術相談に乗ることなどの実証実証験をを円滑に進めめるたたのそうした支援を行ってままいります実証実験の結果に応じ、区の事業への新技術の本格導入を検討してまいります。 続きまして新たな病児保育室の開設についてです詳細は資料3をご覧ください区では現在区内の5施設で病児保育事業を実施しています病児保育事業は病気の回復期などの理由で保育園での集団保育が困難な乳幼児を一時的にお預かりする事業です需要の増加に伴い区ではこれまで定員を拡大してまいりました 現在年間延べ5,948人が利用可能ですがさらなるニーズに対応するため令和7年1月に新たに1施設病児保育室を開設します開設場所は港区の麻布十番1丁目の建物内で現在病児保育室の設置がない芝地区や保育施設が多い麻布地区の利用者を見込んでおります。 運営は医療法人社団ハグウィズが担う予定で一日あたりの定員は8名これにより新たに年間延べ2,000人程度の利用が可能となります大きな特徴としましては区内初の医療的ケア児の受け入れが可能な病児保育室として調整を進めておりますちなみに港区内には23区初の医療的ケア児や重度障害児も通える区立モターザブ保育園を設置をしております 病状保育室の拡大により、子育てと就労等の両立支援を強化し、子育て支援のさらなる充実を図ってまいります。続きまして、アッピー高輪と、過少子どもの屋内遊び場の整備についてです。詳細は資料4をご覧ください。 え区ではこの子育て広場アッピーなどで乳幼児の一時預かり授業を実施していますがその需要は増加しておりますまた夏場や雨の日でも子どもたちが安全に体を動かして遊べる場を求める声が寄せられておりますこうしたことを受け高輪一丁目にある児童部品会館の3階と4階を借り上げ子育て広場アッピー高輪と 子どもの屋内遊び場を整備し令和7年7月に開設いたします利用者等想定人数につきましては3階のアッピー高輪は乳幼児預かり事業が生後4ヶ月から就学前の児童を対象に1時間当たり30人程度子育て広場事業がおおむね3歳未満の児童とその保護者10組です4階の屋内遊びは就学前の児童と その保護者や区内の児童施設に通う児童とその職員が対象で一度に利用できる人数は最大50組100人程度となります大型遊具を設置する屋内遊び場の整備枠として初となりますこちらが屋内遊び場のイメージ図になりますあくまでもイメージ図ではありますが目的や年齢別に楽しく遊べる工夫を盛り込んでまいります 続きまして、学童クラブの独自活動プログラムの実施についてです。詳細は資料5をご覧ください。区では、小学生人口の増加や学童クラブの需要の高まりを受け、学童利用者数が増加しております。定員拡大とともに質の向上を求める声が高まっていることから、地域と関わることで、児童の社会性を育む二つの港区の独自の 活動プログラムを実施いたします1つ目のプログラムは実験探求型のプログラムですアートや科学生物などをテーマにした実験を行うプログラムで区内企業など地域の協力を得て実施することで児童の興味関心を広げるとともに地域人材との関わりを通じた児童の社会性の育成にもつなげてまいります。 ダイバー児童学童クラブで令和7年1月から2月にかけて実施します2つ目のプログラムは地域探求型プログラムになります児童がチームを組んで地域の魅力を題材に動画撮影を行いその発表を行うプログラムです地域との関わりやチーム活動を通じて児童の相互理解の学びを深め社会性を育むとともにデジタル技術を活用する力を高めてまいります 白金台児童館学童クラブで令和6年11月から令和7年2月にかけて実施してまいります続きまして港区すくわくプログラムの実施についてです東京都が乳幼児の豊かな心を育むために開始する東京すくわくプログラム推進事業を活用した事業を実施してまいります 区立幼稚園と一部の区立保育園、私立認可保育園などで、各園の環境や強みに応じたテーマを設定して、子どもたちの探求活動を支援してまいります。こちらの写真は、昨年度、試行的に実施した区内の園の様子です。子どもたちは自由な感性で探求活動を楽しんでおりました。 今後、区独自のマニュアルを作成するなど、より効果的な取り組みとするための仕組みづくりを進めてまいります。続きまして、港区震災復興基金の活用事業の見直しについてです。区は平成29年に大規模な震災が発生した後の復興事業の財源確保を目的として、港区震災復興基金を設置しました。 令和2年に当時の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ感染症の拡大防止にも活用できるように用途の見直しを行いました。今回今年1月に発生した能登半島の地震の状況や昨年3月に実施した空独自の震災による被害想定の分析結果また近年の物価高騰等による社会環境の変化などを踏まえ 復興対策に必要な取り組みと必要な経費についてさらなる見直しを行いました見直しの概要をご説明いたします必要な支援として、健康相談等の実施や医療体制の支援、災害弱者への支援の内容を見直しました被害想定の中で、死傷者、負傷者の数や建物被害の全回等数は減少する一方で 避難者数が増加することを反映いたしましたまた災害が発生した後被災者が抱える生活の再建に向けた課題を解決するために関係者が連携して支援を行う災害ケースマネジメントの考え方を踏まえた対応を盛り込みました復旧・復興対策に係る復興期ごとの想定経費については 発災から1年後までに必要な経費を1038億円と算出しました基金残高は8月末現在928億円となっており基金を有効活用できるように適切に備えてまいりますまた大規模災害が発生した際は人的物的資源について他自治体等からの受け入れや被災自治体への提供を相互に確実に実施していく必要があるため本年6月に 港区災害時受援応計画策定にあたり能登半島地震の被災地へ支援のために派遣された区職員の報告なども反映し他自治体からの人的物的資源の円滑な受け入れができるよう具体的な手順を明確化いたしました。 震災復興基金とともにこうした計画を活用し災害時に区民の皆さんへ適切な支援が確実に届くようそして迅速な復興対策に取り組めるように備えを強化してまいります続きまして9月12日から10月10日まで開催予定の令和6年第3回港区議会定例会 に提出する一般会計補正予算についてです詳細は資料の8-2と資料の8-3をご覧ください歳入歳出補正予算額は20億7654万9000円24事業を提出いたします最も事業数が多いのは子ども教育分野で 本日ご紹介しました港区すくわクプログラムや学童クラブの独自プログラムその他か認証保育所の運営助成やベビーシッター利用支援事業の追加経費など合わせて13事業になります健康福祉分野は予防接種事業など4事業環境・まちづくり分野は総エネルギー・省エネルギー機器等助成やアザブ地区児童遊園整備など4事業 産業分野は区内共通商品券発行支援の1事業その他分野として、えー、港区平和都市宣言40周年事業など2事業を提出いたします第3回定例会の提出予定議案の詳細は資料8-1のを令和5年度の決算については資料8-4と資料8-5をご覧ください区議会は傍聴が可能です ぜひ皆様のご取材をお待ちしております私からは以上になります